ドラフト6位でこのロッテに入っております。ネームを見せるようにねしてバッターボックスに立ってますか。そうですよね、すごいですねこの構えは。去年は129試合で30ホーマー2割9分6厘でした。ショートは田辺で、よく真っ向あの正々堂々と我々にはしないっていう外国人よく大体言いますよみんな。目立つでしょ。目立ちます ね、はい。当たり損ないです。さあこれ面白い当たりだ。アウトです。こう持病を持ってますからね、はい、ということを言ってましたけど、でも本当にここまで、まあ、苦しい状況の1万5000人入りました今日の西武球場です。6番の愛光です。逆に言えば石まだ出てませんけど西村とかその辺のところまだまだね、はい、チームの生え抜きですからですから11、12、13、中3日ですよね。まあひょっとしてこの後、まあ、新谷も最ロングリリーフの効くでもアメリカでも今ストレートで投げるピッチャーが1割もいなくなってきたっていう現状ですからね全体的な、はい、富澤さんその辺どうなんですか。代打ミューレンです。今日はスターティングメンバーから外れておりましたミューレンで大活躍をして、はい、あのメジャーリーグに上がってきたんですが、外国人っていうのは一番なんかこうでも外国人っていうのはどんどんフルスイングはしますよね。カラフルでそうですよね。さあ深いところ田辺僕はまた清原とか石毛とかね、ええ、それのところに来るとまた目立つんですねベテランも。なるほどね。まあ、一番大事なゲームで、まあ、手法そして主力はそれはいわゆるでしょうね。今年の西武はやはりパグリアール の効果っていうのは大じゃないでしょうか。今日面白いこと言ってました。調子が上がってきた時になんかゲームと今まで常時出場してきた中で調子を掴んできた選手ですからね。一つの低めフォークボールも投げたりそれだけしてもバントができる技術を持ってましたよ。山本を言いながら全部でお互いでベテランで競争しながら刺激をしていい結果が出てくる。詰まった内野フライです。ショート田辺